とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活の公式ホームページを見ていきましょう。本日は、3月23日、火曜日となってます。そろそろ、卒業式とかもあったりするんじゃないのかな？そういう時期だと思う。で、3月も終わりそうなんだけども、アップデートの日にちが、まだ発表されてない。これもしかして4月になったりしないよね。3月だよね。ちょっと心配になってきたんだけども。まあ、とりあえず、ツイッターで新しい情報が公開されましたので、それを見ていきます。それでは、Y 学園のツイッターを見ていきましょう。ダウンロードコンテンツ第3弾で追加になる、なりきりキャラプレイでは、それぞれのキャラクターになりきって動くのが鍵。陣平のなりきりアピールでは、得意のラップを披露するよ。なりきりアピールっていうのがあるらしい。なんだろう。ただのエモートなのかな？それとも何か効果があるものなのか、それはわかんないんだけども、キャラ一人一人に、まあ、一つかな。このアピールがあるらしい。次はこれ。陣平のなりきり必殺技は、バッケン、紅玄骨。名前は出てたよね。紅の拳で力強く攻撃する。ボスエイリアンに当てると、しばらく相手がフラフラになる。まあ、ピオラせるっていうことか。ピオラせて、まあ、ダメージも与えれるっていう必殺技なのかな。R ボタンで必殺技なのか。で、A ボタンがアピール。あ、これあれか。ポーズ取るみたいな感じでアピールするのかな？多分そんな感じかもしれませんね。そして次の情報はコマくんだね。コマくんのなりきりアピールは笑顔でみんなを元気づけてくれる。なんだ、回復とかでもなさそうだな。なんか後ろのギャラリーの子たちがいいねをしてるから、アピールをするといいねをもらえるのか。まあこのアピールが普通の戦闘みたいにあのピンク色のサークルができてそこで A ボタンを押すのか、どこでも A ボタンを押して稼げるのか、どうなんだろうね。まあコマくんはこれみたいだね。コマくんの必殺技も紹介されてます。コマくんのなりきり必殺技は守りのヒーリング。自分と他のキャラクターの回復をしつつ防御力も上げてくれるよっていうことだね。これってさ、まあ、自分が人間サイドで使った時にさ、エイリアンのやつにもヒールが効くのかな。もう効かないってなるならば、もうエイリアン一目瞭然だね。一発でわかるじゃん。まあそれはないとは思うんだけど。コマくんはヒーラーです。使えるのかな？どうだろう？続いてのキャラ紹介は、マタロウです。なりきりキャラプレイのアピールは、名探偵、コナッポインの推理でおなじみ、イナ・バウアーを披露する。披露したところで、何になるの？まあ、いいねがもらえたりするのか。やっぱりこのアピールっていうのは、特に戦闘とかには関係がなさそうだね。ただいいねをもらえるだけみたいな感じかな。そしてマタロウのなりきり必殺技はたまたまドロップ。襲われそうな時逃げながらガラクタを落としてボスエイリアンを後ろに追いやることができる。あ、使えるんじゃない？これダメージも多分入るよね。逃げ打ちができるから、マタロウなかなかいいかもしんない。あ、どうなんだろうね。エイリアンの方が、動きとしては早いのかな？同じ動きだったらもう完全に、マタロウダメージ受けずに、攻撃ができるんだけどね。でも、マタロウの必殺技は、これなかなかいいんじゃないかな？使うかもしんない、俺。そして次は、メラ。メラのなりきりアピールは、拳に炎を貯めて気合マックス。ああ、なるほど。
こんな感じなのね。はい。まあいいや、必殺技を見てみましょう。必殺技は、これ名前は紹介されてたね。灼熱ドストレート。効果としては、まっすぐ豪快に炎を飛ばして、ボスエイリアンの攻撃力をダウンさせる。なるほど、デバフなんだ。これ吹っ飛ばすものかと思いきや、ダメージを与えつつ、攻撃力ダウン。なので、あ、使えるね。どれぐらいダウンするかはわかんないけども、まあ、デバフっていうことで、出番は結構ありそうな感じですね。はい、ということで今日も公式ホームページの情報を見ていきました。いつになるんだい。これ1日1キャラ紹介されてきてるから、あと1週間ぐらい紹介する。で、それからアップデート、4月に入るんじゃないの、これ。もしかしてさ、なんかそんな気がしてきた、今の紹介の感じでは。うん、これ1日1個じゃなくって3キャラずつぐらいしてくれれば今週っていうのもありえるけど、なんか紹介を1日1キャラして、4月に入りそうな気がする。まあまだわかりませんけども、様子を見たいと思います。はい。で、またね、都度動画出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。